今年はうまくいくといいなぁ。交際チャレンジしてたんか。今年は WBC ないだろうし、ある程度やらせるんかな。吉野部のいいとこ取りとヒロト本来のフォームっぽいな。何か変えるときって一時的になんかの数値が下がることは割と必然だと思うから、その見極めが大事よな。もうオフになるとこれになって帰ってくるんだろうから、これで行くんかな。去年よりは洗練されてる感じする。2年連続2回目の山本由伸モノマネ発動、憧れるのをやめましょう。これで行くって感じじゃなくて、キャンプを経て徐々に落としどころを決めていくんちゃうか。沈み込みと胸のしなりが去年より少なそう。球の質とかよりも負担増えて怪我が怖いけど、これでもし失敗したとしても、まだ高卒4年目なんだし、いろいろやってみればいいよな。今年は数字見ながら調整してるだろうし、無駄を省いた結果がこうなってるんじゃないんかな。上半身は吉野部みたいに体全体使って、下半身の体重移動はヒロトの使い方に見えるけどな。うまくマッチしたらいいな。何か意図や目指すものがあってやってるなら何も問題ないな。去年はきちんと数字見て戻したし、今年も数字悪ければ戻るとは思う。そっくりそのままって感じではないと思うな。ヒロト本来のフォームに吉野部のいいところを取り入れてきた感じのフォームやね。去年の課題を克服したならいいんじゃないの。中日での数年よりももっと先を見据えてるな。WBC 内から今ダメでも開幕までに戻してくれるならよし、新フォームでさらに良くなるならそれもよし。球質がいいならオッケー、頑張れヒロト。好きだから真似したいなんて理由じゃなくて、何かこだわる理由があるんだろうし、見守りたいな。